ははい皆さんこんばんこばです、えー、今日ですね今朝なんですけどもあの旭川の探偵の岸本さんからですねお電話がありましてでまあどんな話かなと思ったらですね先日からその探偵の戸塚敦さん旭川入りしてるね探偵と。 旭、えー、川でもともと探偵業をやられた岸本さんがですね、まあ、ネット上で揉められている光景がですね流れたりしてですね、えー、結構話題になってたんですけども、まあ、その揉め事の中でですねえっ、ー、と岸本さんがその広瀬さやさんのお母さんを 事件後をつきまとっていたとかっていう話がですね出ましてでその後ですねまあそれはどうなんだっていうねまあ結構騒いでてまあ私は動画でねまあそこは重要じゃないとかって言ってね動画上げたりしたんですけども最終的にですね岸本さんがそのさやさんのお母さんと。 話をされたのとあとメールのやり取りをされてで誤解が解けたということで私の方に連絡をしてきていただいたんですねでまあ今回の件は結構みんなの誤解が重なってもつれてしまったんですよ。ささささやんんんの母もも勘違いししてたし戸塚さんも まあ、勘違いをしてたしそうですねで岸本さんは、まあ、ちょっと今回その実際には勘違いされた側になってしまった被害者ということになるかもしれないんですけども、えー、でその岸本さんのお母さんのとのメールは見させていただきました通話はあの録音されたりしないと思うんであの通話は聞いてませんけども まあ、メールの方でのやりとりも残っていて、で、えー、どういうことかというと、えー、お母さんがですね、そのお母さんの周りの人から、えっ、ー、と、なんとかさんっていう探偵があ事件後、ね、えー、お母さんの周りをつきまとっているんじゃないかというですね、えー、話を 聞いたたことがあったそうなんです、ね、それでまあそれがですね岸本さんなんじゃないかというふうに思い込んで、えー、いたようなんですけども、えー、実際にはまあ他の方だったんじゃないかというですね勘違いで、えー、終わったよう終わったというか確定したようでございます。 ということなのでそのつきまっとっていたっていう話自体は実際の話みたいなのでお母さんもですね、まあ、大変な状況で悩まれていたとは思うんですが、まあ、それを勘違いしてえ戸塚さんにですよその岸本さんっていうのは。 私をつきまとってたような探偵さんなので、えー、その方と一緒にお仕事やられてるんですかみたいな話に、えー、なったんだと思うんですねそこは私の推測ですけど、うん、そうすると、まあ、戸塚さんはねお母さんに話を聞きたくって言ってるのに、えー、と岸本さんっていう探偵の一緒にやられた方なんであのー まあひどいですひどい人たちですねっていうことになってしまうのでそこでまあ戸塚さんも誤解をされたんですよね。で戸塚さんはお母さんからそういうことを話を聞いたらあれ岸本ってお母さん突き回してたのかなっていう話を聞いちゃったわけですね。でその戸塚さんが岸本さんに疑いをかけて。 えーとお母さんつきまとってただろうっていう話になっちゃったわけで,で岸本さんはねに水なわけですよ、ね、俺そんなことしてねえのになんでそんなこと言われなくちゃなんないんだっていう話なので <laughs> 非常に複雑なんですけども笑ってる場合じゃないんですけどすいません非常に複雑なんですけども まあお母様も勘違いをしてしまったんですがそういう付きまとってた人がいたのも事実なんで非常に危険な状態ではありますね、えー、ですがまあその勘違いから始まって、えー、お母さんも勘違いしてたし戸塚さんもか勘違いしてしまってというような流れなんですねであの 私ど,どちらの探偵さんを擁護してるとかど,どちらだけ応援してるっていうこともなくお二人とも応援させていただいてるので非常にですねあのお互いあんな感じで喧嘩してましたけども私が初めて電話した時はあの二人ともあの同じ場所にいて電話代わってもらって。 仲良さそうにしてたのが一番最初だったんで私もびっくりしているんですけども、まあ、今後ですねんまあ仲がまた戻るかどうかは分かりませんけどもまああんまりね外野が口出すことではないと思うんですが今回はあのみんなの誤解が解けたということで、えー、私がちょっと間に入りまして。 ご説明させていただきました、うん、で、まあこの旭川の事件のことについてなんですけども岸本さんもねおっしゃられてましたけども、まあ、そもそもその警察がね、えー、しっかり していれば、あの、探偵がね、こんな動くことではないと、ねえー、いうふうに言っておりましたので、うん。なので、岸本さんは岸本さんの方で、旭川内で、えー、駆け込み相談ですね、をやって、まあ、警察と連携しながらですね、まあ、最近は、 あの警察の中にもねいい方もいらっしゃるということで、えー、うまく連携されてですね、えー、事件やトラブルを解決しているようですし、えー、戸塚さんは戸塚さんでですね旭川からですね、まあ、完全撤退したわけではなく、えー、かなり熱心にいろいろ調べられているかと思いますので。 まあそれぞれのねまた探偵さんから発信等があるかとは思うんですけどもまあ周りのね、えー、我々はですねまあ温かく見守っていきたいなというふうに思っておりますはい、えー、ですのでねあのー、まあお二人のね、えー、探偵さんまあなかなかあのー お二人とも癖があります <laughs> 正直あれぐらいの癖がないと探偵はやっていけません前にも言いましたけどもあの暴力団とね対立することもあったりね警察と対立することもあったりですねもう本当にね命がいくつあっても足んないようなねお仕事のような。 気もしますので、まあ、普通の人間をやってらんないですから、まあ,あれだけね癖が強くていいのかなと思うんですけども、まあそういったねあの癖が強いお二人ですから、まあ、意見の相違があるとなるとですね、えー、バチバチしてしまったんだと思うんですよね。まあ、私はそんなに元々気にしていなくて、この問題そんなにあのもうそんな気にしなくて いいんですよっていうスタンスだったんですけど、えー、今回はちょっとね、えー、ご連絡いただきましたのでお話しさせていただきましたはいということでまた何かあればご報告したいと思いますではまたお会いしましょうじゃあね